第二代マールバラ女公爵、ヘンリエッタ・チャーチル、またはヘンリエッタ・ゴドルフィンはイングランド・イギリスの貴族。女性ながら特例でマールバラ公爵位を継承した。初代マールバラ公、ジョン・チャーチルと妻、サラ・ジェニングスの次女として生まれた。姉ハリエットは生後間もなく亡くなっているため、実質的には長女である。1698年に、 第二代ゴドルフィン伯爵フランシスゴドルフィンと結婚した。1703年に弟ジョンが創生し、以降マールバラ公爵家は男子相続人を欠く状態となった。1722年に父ジョンが死去した際、通常であればマールバラ公爵院は廃絶となるところ、アン女王の行為により他家へ嫁いでいたヘンリエッタが公爵院を継承する特例が認められた。 1722年、父の死に伴い、第二代マールバラ女公爵位を継承した。夫フランシスとの間にご死を設けた。1733年、ヘンリエッタは52歳で死去し、ウェストミンスター寺院に埋葬された。ヘンリエッタの維持に男子はなかったため、マールバラ公爵位は、老いにあたる、第四代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーに継承された。 ありがとうございます。